イオンモールヤマト山は奈良県ヤマト山市リ三橋ゲミツハシ町に位置するイオンモール株式会社が開発、運営する大型ショッピングセンター。2010年3月25日開業。国道24号奈良バイパス沿いのヤマト山市北部に立地しており、奈良市と隣接している。北西の交差点向かいにはニトリ奈良南店。 北側には大和ハウス工業奈良工場が立地する。2006年7月26日に計画が発表され、当初の予定ではジャスコと阪神百貨店を核とするイオンヤマト山ショッピングセンターとして2007年の開業を目指していたが、同年11月10日に阪神百貨店は阪急百貨店との業務提携に向けた経営計画の見直しによって、 出店計画を中止することを発表。また、2007年に敷地内の上津橋遺跡より、平常系のラジオや十条の情報と見られる遺構が発見されたことから計画の見直しがなされ、2008年11月の着工となった。着工後も計画見直しは続き、経済状況の急激な変化を考慮して、店舗規模が縮小。 当初の予定から3年ほど遅れた2010年3月19日から3月24日にソフトオープン、3月25日にグランドオープンした。建物は地上4階建てで北側に各店舗となるイオンリテール株式会社ウニエの総合スーパーイオン、大和小利山店、南側に大型専門店を置き、それらを約230メートルに及ぶ。 専門店モールでつなぐに各1モールの形態をとっており、専門店モールは中央部分にメガストア、フードコートアミューズメントが配置されている。専門店駐車場は建物の西側、東側のほかモール建物の4階、屋上と合わせて約4100台が収容可能であり、障害者専用駐車場は建物、出入り口付近に7箇所、4階に4箇所、 屋上に1箇所設置されている。約1400台駐車可能な駐輪場も、警護箇所設置されており、いずれも無料で利用することができる。西側の中央入り口付近には、バスロータリー、タクシー乗り場がある。大和川流域調整地設置基準に基づき、平面駐車場の地下は12,600トンの調整地となっている。環境配慮への取り組みとして、 空調に高効率チラー。採用台温度差合理蓄熱システムを導入し、経済産業省資源エネルギー庁長官賞を受賞している。また、二次側空調システムは、アフ f 市方式とし、飲食店及び出入り口には、クーヒートポンプパッケージ方式を採用。f 市の帰り冷水を、アフで利用することで循環する水量を大幅に削減し、 陶器の f 市の排熱回収によって、アフでの外気の消音を測っている。その他、LED 照明やリサイクル消火器、約600本を導入し、屋上ハイサイドライトのガラス部分には、UV カットシートが重布されているほか、駐車場でもラバーボラードやアスファルト舗装に、リサイクル資材を利用したり、インターロッキングブロックの使用や、屋上出入り口付近の緑化で、 ヒートアイランド現象を緩和する工夫がなされている。ユニバーサルデザインへの取り組みとしては、色覚障害者を含め誰にでもわかりやすいよう、改良されたサインシステム、キッズトイレ、みんなのトイレモールない女性トイレへのパウダーコーナーの設置、フロアごとに、磁気タイル、カーペットタイル、ビニルタイルの3種のタイル張り、分け、従来よりも高い1.4メートルの吹き抜け部の手すり設置などが挙げられる。 2011年7月1日、3階駐車場部分を改装し、シネマコンプレックスが開業した。2012年6月30日現在、出店店舗全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイドを営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。売り場構成は、1階は、 食料品と美容、健康用品、2階はファッション、3階は子供用品と家庭用品、ペットである。女性向けファッションを中心に生活、服飾雑貨関連の店舗で厚生男女の医療品のほか、雑貨やスポーツなどの店舗で厚生子供のいる家族向けの店舗で厚生シネマサンシャインヤマト山は、佐々木工業が運営するシネマコンプレックスである。 モール開業後に3階駐車場部分を改装し、2011年7月1日に開館した。シネマサンシャインとしては関西初出展であり、開館時より奈良県発の IMAX デジタル上映設備が設置されている。奈良市のシネマデプトともラクが2010年1月31日に閉館しているため、当館は奈良県北部で唯一の映画館となっている。 国道24号奈良バイパスに面しているため、開業にあたり、行政と協議した上で、ショッピングセンター周辺の道路や信号機などの道路網の整備や、近隣の各駅との間の路線バスの新設が行われた。奈良交通により、下記の路線バスが運行されている。運行時刻、運賃は公式サイト、アクセスガイドを参照。ありがとうございます。